卓球女子シングルス3回戦、29日、甲州、甲州運河運動公園体育館、甲州、中国、29日イコールペン、手島リコ、カメラ、小林タイト、パリ五輪出場へのポイントランキングに関わるシングルスで、現在首位独走中の早田ひな、日本生命、Y4-0 でシンガポールの選手に勝利し、準々決勝へ進んだ。第2ゲームは相手の得点を2点に抑えるなど圧勝で、 どれだけラリーが続いてもどれだけ競っても、4対0で抑えることができたのは良かった、と振り返った。女子団体や混合ダブルスの連日の大健闘で、今日は試合前のアップから1番体がきつかった。結構もう限界に、と明かす。前日の混合ダブルス準々決勝終了後の午後9時に会場を出て、バスで40分かけて選手村に戻る。 食事やケアなどを行い睡眠時間は2日連続4時間半だった。頭がぼーっとしていて、試合しながら、頭が冴えていない、と思っていました。でもここを乗り越えることで今日は試合がないので、ここからはとにかく寝る。第2部、睡眠です、と笑った。あと1勝すれば、表彰台。メダル獲得となれば2010年公衆大会の福原愛さんの銅メダル以来。 13年ぶりの快挙となる。早田はそこに関しては何も思っていないというか、どの大会も一つの大会として捉えています。規模としては大きいですが、清いすぎず、いつも通りの自分の試合ができればいいかなと思っています、とうなずいた。